子どもたちにも人気の施設がおよそ1年半休館します。札幌市厚別区にある青少年科学館が展示物の大規模なリニューアルや改修工事のため、来年8月から2024年の3月まで休館することになりました。青少年科学館は1981年にオープンし、その後プラネタリウムがリニューアルされましたが、施設全体の老朽化が進んでいました。